女川港女川港は、宮城県牡鹿郡女川町にある地方港湾。港湾管理者は、宮城県。牡鹿半島基部の女川湾の湾岸に位置する港湾で、古くから沿岸漁業の基地として栄えたほか、金華山、江島、出島などの周辺離島への交通拠点となってきた。明治初期、政府は初の近代港湾として、野蒜築港の建設に着手したが、1884年の台風により、突堤が破壊され建設は断念された。その際、野蒜港に代わる港湾として、女川港の築港が検討されたが、財政上の理由から中止となった。1925年、女川振興会が発足、昭和初期にかけて、岸壁や魚市場の整備が進められ、漁業基地としての基盤が作られた。その後、1939年に発足した女川港修築規制同盟会により、商港建設が推進され1941年に着工、太平洋戦争後の1954年には地方港湾に指定され、1967年までに防波堤、岸壁等の主要な港湾施設が建設された。2015年度の発着数は5539隻、利用客数は21999人である。石浜地区、甲子路地区、横浦地区、大石源地区の4地区で構成されており、石浜地区は水産加工品や化学工業品などの貨物取り扱い、高城、横浦、大石源の各地区は小型漁船を主とした施設整備が行われている。石浜地区については、女川町が工業用地の造成、県が岸壁、物揚げ場等の港湾施設と分担して整備を行い、1999年に竣工している。ありがとうございます。